皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年に、2月の5日13時50分。あとはまあサッカーで気づいたことがちょっと今日休日っていうことにしてるんでごめんなさいね、もうこんな話いや、まだつかみどころがあったなと思っていや、上田選手がねそう、すごいいいジャンプしたんですよ。ジャンプが良すぎて、相手選手の肩車になって、肩の上乗って。あれはファールでしょうか。で、周りの日本人選手が、その辺のところ、よく気づいてなかったのか、なぜファールなんだっていうことをアピールした。やっぱり VTR ないと無理やろ。本当に。テレビ見てる人も気づかない人は気づかへんか、僕も気づいてなかったから、VTR でスローモーション。まさか肩の上乗ってると思う。いや、これは多分ね、確かにすごい素晴らしいジャンプ力があったと、本当に垂直に向かって、しっかりジャンプできてたんだと思いますよ。で、前の、その、試合でしたっけ、上田選手2点1試合で獲得してた、グループリーグの時の試合があったと思うんですけども、調子は良かったと思うんですよ。だから、相互関係もあると思うんですよ。その相手ディフェンダーがね、あ、ディフェンダーじゃないかな、ミッドフィルダーの選手かな、ミッドフィルダーぐらいでしょうね、真ん中ぐらいの位置だったから。多分無警戒だったと思うんですよ。そんなに自分がトラップできると思って。その選手がジャンプしてなかったでしょ、相手選手。背後状況分かってないから。分かってなかったら。まあ、ああいうような状況が起きると。まあ、だから、まあ、まあ、ああいうファールはしょうがないと言えばしょうがない。いや、まあ、けどね、いや、相手選手が飛んでないっていうところもちょっと、正直突っ込みたいところなんですけど。あれ飛ばないでよ。ほんとドロップできてましたっけ？なんかちょっと、うんって思うでしょ。変な技使う連中。どうします？ちょっと考えたんですよ。僕もどうしようって、相手選手が、相手がジャンプしてくるの分かっていて、肩入れ始めたらどうしよう。自分の肩の上、ちょうど乗ってくるような感じ。ジャンプしなかったら、ちょっとこう、ね、こう構えてるような姿勢で、足腰下に落とすだけで、例えば身長170センチの人だったら、肩の位置って150センチくらいじゃないですかって、ちょっと腰落とす。もう140センチくらいになるか。それぐらいだったらすいちゃう。中学生でも飛び。そういう話になるか。冷静に考えた。それ狙ってしようと思ったらできるわっていう気がついて。この一石投じます。どうします。FIFA として。スローモーション使います。今のジャンプせんかったら絶対トラップできなかったでしょっていうような状況の時、意図的に肩の上乗せようとした。いや、これ笑いながら言ってるけども、その身体能力的に計算してみたら、それ狙ってする方が正直簡単だから、相手選手がね、正直に後ろ振り返った時にその位置にいる、すぐ近くに、でもうすぐジャンプしてくると。頑張って。そしたら、構えてるふうにするだけ。自然とこう体の上に乗っかってくる形式が作れるって、これ、もうそれだけ毎日サッカーしてたら分からないでしょ、全員どこの国の人も。どうします ?FIFA のあの審判団の方たちに、この、まあ、ちょっと穏便にね、まあ、こういうふうな言い方で言ってるんですけど、怒りながら言ってた。これちょっと、それはそれで判断難しくなるでしょ。もうしょうがないと思うんですから。僕はその試合、なんとか踏ん張って笑わんようにして、ちょっとだけ皮膚は動いたから、今のは皮膚が動いただけとかで、もう、それでなんとかクリアできるんですよ。そういう状況、本当に。
野球とかで例えるとその状況ね、オチが笑ったっていうことをコンピューターとか気づきようから、もう自分と戦ってるようなもの、本当に相手バッターに打たれたりするとき打たれるから、それで確率がかなり高いんですよ本当に。で、まあその言葉で毎回ね、その状況に合わせて言葉の組み直しで対応してるんですけども、コンピューターもだいぶ無理あるところついてきようから、だからスローモーションで打った時に肩車になってるから、パッと見みたいなすごい飛んでるなってなるんです。もうその日一日インターネット記事ですよ、インターネット記事でそんなに面白いこと書いてなかったとしても、芸人さんが出る、もう今日も僕言っちゃったから、ね、これ見てしまった人は絶対そっちが頭の回路は一緒、口に出さなかったとしてもそれ言えるようになるから、本当にもう絶対その仕組みだから、本当に本当にもうこれもう去年も散々それもう経験してるから、だから阪神タイガースの選手とかにも絶対他のもうインターネットでアクセスしちゃダメ、試合終わるまでって結果出るまでって頭の中よぎっちゃうんです、その肩車したと。いろんなツッコミがその中ちゃんと見てないから、全然よぎってないですよ、よぎってないですけどもよく飛んだ後ね、そのカッカタグルあいつどこまで飛っていくのエネルギーの残存量、海外のクラブチーム遺跡の話そこ芸人の話つながった、こんなに大笑いしなかったとしても試合中だから、全体的にみんなが緊張感持ってたら、自然とその中に一人ぐらいおかしなやつ入っていたとしても、その全体的な空気感にやっぱり周りの上空気見るからそういう状況はね、一瞬でこうすぐ脱したりするんですけど、プレーが継続してる時はね、その一瞬笑ったりした時のその瞬間っていうのはかなり危ない、特に試合を取り行うものであれば相手選手がゴール前まで来ていて、シュート打つ直前、ヘラヘラ笑ってたら、ほぼほぼ得点されるから、本当に。本当に。それ選手が自分がそんな。本当よくわかる。多分練習中でも、テレビでもね、それ言って、今まで日本代表の選手たちがそれ試していて、ほんまや。シュート決まりよ。まあ大体もともと基本的に、ね、人間笑い始めたら体に力が入らなくなるのと、俊敏性が大きく損なわれるのであとなんかこうどう言ったらいいんですかね、まあとにもかくにもそういうものは絶対その試合前とかに見ない、だからインターネット記事がかなり厄介、特に報道不関係の芸人も漁ってる時あるか本当に本当に、なんかもう最初からもうインターネットこれも何回も試してるからもう確定事項なんですけども、アクセスさえしなかったら大丈夫、それはもうしょうがない、インターネットでどうしてもその日仕事とかで調べなきゃならないこととか、大事なことで調べなきゃならないこととかあるから、インターネット記事は自然と流れてくるでしょ、だからそこにタッチとかクリックとかしてアクセスしなかったらいいから、もうそれはもう確定事項、自分で何回も試してるから、もうこれは絶対そう、まあいろいろ提示してほしいっていう記事がまあなんかこう気がついたことをいろいろ言っとこうかなと思って、その審判団の話それ線引き誰が決めるもうそっから先のこと、一応もう僕も、もうこれがほんともうね、すごい長年、ものすごい数取り組んできたから、解説席。またいつもので、松木さんがどうする。おい、今のワールだろ、と。どうせ言い始める。その
肩入れの話になった時にね、でその微妙な判定、どっからどこまでがそうなのかな、故意なのかな、その故意っていうのはその意図的に行ったかどうか、だからそれは本当はスローモーションで、僕の出した結論ではスローモーションで見た時に、その肩の上に乗られた選手がね、もともといた位置からジャンプしなかったらそのボールを取れ、届かなかった場合、これは故意的と、故意的である、意図的であると、見なして、今のシミュレーションでしょっていうような、判定を、下すと、それでいいんじゃないかなって思ってるんです。だってそうでしょ、届かんかったらボールに届いてないんだから。だから体勢的にその追いついてなかったりとかしてね、止めなくて間に合わなくて、だそれは状況見たら分かる。ただ上田選手が上乗った時は相手選手明らかに数秒間もうその位置にいたから、ほぼもうボール待ってる状態。まあまあまあ、意図的では僕は察するには見たところ意図的ではなかった。その狙って肩の上相手選手が乗ってくるようにそう対応しようとしたんじゃなくて、ただただ周りに関して無警戒で気が緩んでいた方ですね、相手選手は。まあ、もうちょっとそのポジショニングのところで、まあある程度相手選手と競り合う部分はある、肩同士がある程度空中でぶつかったりとか、ある程度ですよ。思いっきりダッシュしてきて、思いっきりバーンって当たるのは、あれはなしですよ。あそこまでしたら、それはもうファール取るしかない。明らかにこう体から当たりに行ってるね、とか。日本代表の選手、一回ものすごいことしてる。相手フォワード選手、まあ、フォワードじゃなかったとしてもミッドフィルダーで、もう最後の一枚のディフェンダーの前行かれた時に、去年の前の年だったかな、2022年かな、ワールドカップだったような気もするんだけど、後ろから完全に駆けつけに背後から組みついてるプラス一瞬だけどぶら下がってる。これもう芸人の話でしょ。あんなところだっこちゃんがおるわ。昔そういう人形があったんです。こう腕とかにね、こう手のところがこうくっつくようになっていて、こうマジックテープでこう抱っこするような、だっこちゃんっていうのは子供の頃にあったんですよ。持ってないですよ、持ってないですよ。だってテレビでそれを放送してた。何回そっち方向で脳が思考回路動き始めあんな大きなタコちゃんだと、もうそっち方向頭の中回り始める。最後のキーパーの奇跡的なセーブ。ただそれって厳密に言うと相手選手も正直シュートが甘いっていうところもあるんですよ。それがなかったら最後のディフェンダー抜けた時1対1になるでしょ。それシュートする方も相当失敗してるから、1対1はさすが決めなあかんわっていうのが、これはもうプロとして全体として、これはもう見てるファンの人としてもあるから、それ嘘、1対1で自分のするゴール前まで、なんで迷うのって。これ海外の選手でも探したら結構出てくる。だから海外のレベル知ってるの、本当のレベル。すごいプレーばっか日本で放送するから、特にクリスティアーノ・ロナウドとかメッシとか、ちょっと前のね、今から10年ぐらい前の頃って、あの2人ばっかり放送してたんでしょ。まあ世界的にまあ名前が通ってたっていう部分もあるんでしょうけど、バロンドールとかでね。で、失敗してるシーン放送しないでしょ。知ってるから。1対1にドリブル失敗したりしてる。知ってるから。
思ってるほどそこまでじゃないか。こっちも体ちゃんと鍛えてきてる、毎日サッカーしてる、その状況だったらそこまで大きな差はない。その日の選手の調子とかまあいいよ。最終的にこれもう一回言わせてもらっていいですか。やっぱり髪の毛染めてたからじゃない。もう前田大然、大然を、大然選手ですかね、前田大然、大然って聞こえてるんですけども、僕としてはこれ後から大然だったとか言われたらびっくりするんですけど、前田大然選手でよかったと思うんですけども、この間の試合でもファールしなかったんじゃなかったでしたっけ。でしょ。だからやっぱり髪の毛染めてるどうのこうのっていう要素はこれはあると思いますよ。だからこれは僕は言い出したんじゃなくて、データの集計で結論が出てるんですよ。他のスポーツ格闘技でも。ただ試合中に、例えばね、2019年かな、17年かな、那須川天心選手と、堀口恭司選手という、堀口恭司選手は総合格闘技、那須川天心選手は、K1、まあ、立ち技、パンチキック。で、そのルールで堀口選手が試合を行って、那須川天心選手、髪の毛染めてるでしょ、堀口恭司選手髪の毛染めてないでしょ。1ラウンド2ラウンド完全に堀口選手の方が押してるんですよ。総合の人ですよ。こっち K1 の人で、 K1 のルールですよ。那須川天心選手そのルールでしですよ。あれだけ無敗の人間が絶対あるんですよ、そういう要素って。堀口恭司選手も、まあ、総合格闘技で世界ランキングで、日本人で一時期一番上位であったりだとか、まあ、そういう立場では あるにせよ、その要素は昔からこうもうあるの、絶対に。ただその試合になぜ那須川天心選手が勝てたか、もう理由はっきりしてるの。1ラウンド2ラウンドで、ね、優勢になった堀口選手はリング上でヘラ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 笑いが言ってるでしょ。仕事中は絶対真面目にせなあかんって。他の一般業の人たちの方がね、ホテルマンとかそのまあまあもう、まあ、外資系のホテルでいいです、最高級ホテルレベルの。仕事中にヘラヘラヘラ笑ってますかって。営業スマイルはありますよ、営業スマイルは。だけども仕事中にヘラ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 笑って気抜いてるやつなんか一人もいませんよ、本当に。僕なんかもう気も張ってるのに、仕事がそのいろんな状況があってね、うまく稼働してなかっただけで、僕は仕事遅いわけじゃないですよ、その気を奪いせるようにじゃないですけど、ものすごい修羅場だから、厳しいの度が過ぎてるから。野球部だったから、向こうも最初の一発目は距離が 3メートルぐらいしかなかったから、ある程度のスピードをね、こうポンって掘ってるんですよ。野球部だったからキャッチしちゃって激怒しようとされて、一発今言い方間違えそうになお前なんでキャッチするんだよって思いっきりその試験教育で急パンすな。腕の振り方って大体どの辺飛んだか分かるか。こっちも笑ってない、その時おまじん。いや自然と体が動いてこう避けれる方だった。いやもう見てるから、もう腕のリリースがちょっと今ツバというかその泡が腕のリリース分かるか。野球部だから、野球部それものすごい重要な、相手の腕の リリースポイント、それによってボールがっていうとこよく分かってるか。あとこう動くだけで避ける、避けた後ろにガラス張りの冷蔵庫あるんです。その中がね、あの物がよく分かるように、まあそんなに大きなものじゃないんですけども、デザートとかね、入れておく、すぐ取り出せるように、その物がね少なくなってきた時に、あらかじめ見ると動かなかったら急に作れるわけないでしょ。一つのレストランってね、お客様が100人以上来てるわけだから、それ頑張って各ポジションの人が作ってるから、急に言われたってできるわけないから、あらかじめ数が減ってきたらもうあとこれぐらいですよっていうことを言わなきゃならなかったりとかあるんですけども、その大事な冷蔵庫気を思いっきり投げてきたもんだから当たって、威力あるから割れて、ひびが入る程度だったんですけどね。まあ完全にそれは交換しなきゃならないか修理しなきゃならない状況だったんですけど
仕事中本当真面目にしておかなきゃならない。一般人の人たちでそういうふうな、境遇の人たちいっぱいいるんですよ。だから気づく人は気づくんです。あいつ試合中に仕事中に何ヘラヘラしとるねんとあるから。そしたらその試合どうなったかって言ったら、那須川天心選手にローキックがカウクマに那須川天心選手も狙ってるわけじゃないと思いますよ。相手も堀口選手もね、フットワーク使って動いてるから基本的にそんなところ狙いに行ったって、それはそれで動いてたらそれはそれで当たるところがずれるはずだから。だから堀口選手がヘラヘラヘラ笑ってる蹴りの場所に自分からも動いてしまう威力しっかり蹴りに行ってる方、例えばローキックとかで当たった時にね、会場でみんながシーンとしてたら音声でちゃんとテレビ見てる人にもね、バシーンっていう音とか聞こえる時あるでしょ。確かにあれ会場がシーンってしてないと無理だからそれはそれ会場がだいぶ応援コールとかしてたら聞こえにくくなるんですけど、あれ実際当たった時それぐらいの威力聞こえるぐらい威力あるんですよ本当に。そんなもの入ったらもう堀口選手だってもう、うずくまってもう立ち上がれない状態で、もちろんレフリー分かってるから、試合止めて、まあ、アナウンスが流れますよ。カウクウェイの攻撃があってっていうことで。で、けどもうそんなタイム、食らったら、その後試合動き、絶対鈍くなるでしょ。で、押され始めて。最終的に負けてるんですよ。リング上試合中なんか笑うやつおるおかしいおかしいって、本当にそれ世界日本人として世界ランキング総合格闘技本当に日本人として最高ランキングで本当にいけたのだいぶ誰かに頑張ってもらってなかった普通その状況だったら、僕は知ってる厳しいルールだったら絶対それ無理だから通らないからって、本当に世界ナンバーワンになろうと思ったらリング上でヘラヘラ絶対笑ったらな、自分のそのサッカー選手だけども聞きますけども、自分がねリング上がって、もともと危険な競技ですよ。もともと昔なんかボクシングなんかグローブが昔薄かった時に死亡事故世界中で起きてるんですよ本当に。本当に普通に考えたら分かる本当に。もともとね、腕とかめちゃくちゃ体鍛えて、まあ胸筋もそうですけども、背中の筋肉とかもね全部体鍛えまくって、足腰もパンチの打ち方も分かっていて、全体重乗せるようなパンチで思いっきり殴りかかった時に相手が骨折することぐらい分かるじゃないですかね。そんな危険な競技、さらに蹴り付きでね、昔のあの K1 でミノコクロホップっていうクロアチアのね、まあ、職業警察官ということらしいんですけども、まあまあいろいろ調べたら軍隊行ったり警察官行ったりいろいろしてる方の方かもしれない。そのミノコクロコップ選手の蹴りって変則的な蹴りでミドルキックと見せかけて急に変則的にハイキックに変えてくるんですよ。でどこ狙ってるかって首狙ってるんですよ。ものすごい怖いでしょ。殺されるかもしれない、首の骨折られて。本当に本当に普通に考えて蹴りの方が人間の腕の力よりも何倍も威力あるから。でそんな競技してる時にね、普通ヘラ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 笑いますで、まあそう、まあだから、まあ、自分で言うのもあれだけども、まあ、今はヘラヘラごめんなさい、今日もうホームページに休日って書いてるその辺はっきりしとく。法律上一月に休みの日は4日作っておかなきゃなんないからもう分からん、コンピューターがどんな稼働してくるか分かんないから、僕もちゃんと法律守って生きていこうでもう最新の注意払ってるから。でそんな危ない競技してるときにリンク上で1ラウンドと2ラウンドもせっかく頑張ってたのに髪の毛黒いをちゃんと片せなあかんね、僕も頑張って黒い方じゃ訂正、髪の毛染めてない側な、ちゃんと1ラウンド2ラウンドもうそのこっちの踏ん張ってる努力台無し。リング上で何試合終わってないのに気分良くなってんのこれ、まあ、サッカー選手だから、
もうほぼみんなないと思うんですけども、飲食店とかでね、席満席になって、もうあの、厨房との押し合いへし合いみたいになってる時に、あの、本当に押してるわけじゃないんだけども、その料理がね、たくさん注文通って、もう、関西用語で言っていいですが、勝手に関西用語って言ってるんですけど、必死のパッチっていうことを昔からなんか聞いたことあるんです。必死のパッチになって、料理作ってきて、信じられんぐらい前に伝票が来るわけじゃないですか、満席の時って。もともと、自分一人で、あの、料理たくさん何人分もね、何種類も作ろうとしたらどうなるか、わかるでしょ。ほら、それも全力尽くさなきゃなんない、本当に。そう。お待ちになってるお客様とかいらっしゃる。そこも大体ホールとキッチンって大体の、あの、ところ、あの、ホテルとかでもね、大体、あの、本当にものすごい忙しい時とか、ある程度喧嘩になった経験は大体みんなあるはずなんですよ。本当に。本当ホールかとキッチンが。どっちが悪いみたいな話。あるから本当。それぐらいみんな、あの、ね、あの、仕事、ここだ、ここ絶対踏ん張らなあかんっていう、それ格闘家の選手だったらテレビに映ってる時本番でしょって。だから報道関係で言ったら、生放送とはいえ放送してる時間帯なんか1時間とか1時間ちょっととかでしょ。その間ぐらい気張ってなきゃなんないじゃないですかね。みんな見てるんだから。そこで間違ったことをたくさんね、ニコ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 しながら言ってたらね、それが結局僕はテレビに向かって毎回はその報道関係者に怒って言ってるっていう状況になってくるんですけども、もういつになったら覚えねんっていう、本当に本当に、ちょっと嘘話で金稼いどいて、さらに覚えんのっていう話になってくるから、特に大学の教授とか本当に。じゃあこれ本当に大学の教授が間違いないことを間違いないでしっかりもの言ってもらわなかったら、そっから下の学生が、ね、間違えたこと覚えるでしょ。それが、ね、あの、まあ、工場みたいな言い方しますけども、ロールアウトして、ね、社会に出てくるでしょう、ね。大卒ほど社会的地位の高いポジションついていこうとするでしょ。もう絶対間違えてるから。本当の経済とかいろんなこと分かったら、高卒で頑張ってる人間の方がこれ上やっていうこと分かるから、本当に。大卒税金マジで今まで、もう大学の准教授通り越して教授にまでなって、そんなにあなたテレビで出て間違えてるのって、あなた今まで自分で仕事してた時に何十年間も学生に間違えて教えてたんじゃないのって。分かってます？一般業でそんなことしてたらって。仕事そんなにたくさん間違えてたらって。ボーナス出なくなりますよって。本当に本当に。大真面目な話。ね？税金上がった上がったで住民税とか上がるんですよ。地方交付税法とかいろんなものあるから、本当に。各都道府県のね、あの、対、あの、都道府県とか市とかによって違うから、住民税が。で、住民税が変わったら計算式がありますから、国民健康保険とかの計算式。住民税が上がったら保険料も大きくなるんです。じゃあ、せめて税金をもらって人よりも高い給与をもらってるんだから、しかも安定してですよ。民間なんか安定力なんか全然なかったんですから、大企業でさえ。就職氷河期って言われてる時なんか、ボーナス1、2ヶ月分とか、それは当たり前だったんですよ。本当に。それがこの世の中の実態なのに、安定して毎年毎年高いボーナスもらっといて、基本給も毎年上がっていってる人間がですよ。今まで散々大学で教えてたこと間違えてたのって。ふざけんなよっていう話になって、思って。めちゃめちゃ怒るから僕も。で、睡眠不足にさせられてたら。正当性全然ないでしょ。その睡眠不足にさせる電波の行動の仕方。ただただ社会的地位の高い人間が政府と組んで高い給与をせしめたかっただけ。それ横領だから本当は。しちゃダメなの、そんなことで。叱られて当然なの、本当に。で、これは一般人のその辺の人間はできることじゃないから。警察動かしてくるから。で、精神病院に連れて行こうとするから。だから、政府としっかりと、パイプのある人間じゃないと、叱れないの。で、もう年齢なんか気にしてたら手遅れやんの。世の中全体が。っていうことを、なんす、ごめんなさいね、あの最後だけ真面目に。最初の方にあんだけヘラ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 笑っといてって。まあ、
真面目に言わなきゃなんないときは言わなきゃなんないと思ってメリハリつけてるつもりなんですけども、まあ、審判団へのね、そのどれぐらいのところで判定下すかっていうところ、とりあえずね、物事固まったら、FIFA としてウィキペディアのところにルールの一覧表としてね、作っといてもらえますか。もうあんな長い行いらないから、今言ったような一行ぐらい終わるような文章でね、一つ一つのルール、きちっと、もうそれ固定って。もうそれしなかったら、無理なんです。世界中。他の国の試合見てるから、審判。あの国だったら、あれファールで取ってる。この国だったら、あんなプレーでもファール取ってる。これあるから、審判がもうみんながバラバラなことしてたら、ずっと永久的にバラバラ状態が続くの。だから僕みたいな人間がビシッと言わなきゃなんなくなるんですよ。ビシッっていう。本当は言い方間違えて、しっかりと言わなきゃなんないっていう言葉に変換しなきゃなんないですけど、ビシッ。ジョジョの奇妙な冒険。後ろの効果を持ち、ビシッっていう音つけながら。しっかり動き固めてるようなやつあるから、アニメのそれ気づいた。お腹が変えるたまたま夜中にジョジョの奇妙な冒険の毎週見てたわけじゃないんですよ。たまたまもう寝られへんし、もう見ようかと思って見たんですよ。気づく方だ。で、ジョジョの奇妙な冒険も今はだいぶ関わってた方だから、いろんなこと、まあ、ザ・ワールドとかスタープラチナ・ザ・ワールドのあのスタンドの名称とその効果、時間を止めるっていう、そういうようなこと、あれ本当は学校の授業でね、学校の先生が今まで急に真面目な話してたのに、急に面白い方向で話しても、生徒みんな止まるんですよ。笑わない。よっぽど面白いことを、その方向に徐々に持っていってから言わなかったら、急に言われた時に、みんな、急に、ん?ってなるんですよ。時が止まる。僕は中学校3年生の頃から、もうそれ言ってたから、もっと、小学生の頃から、そういう名前で。何か言った時、全部ノートにつけてる人間がいて。それが届いてまあそういうふうなスタンドになったんですけども、はあ、ごめんなさい、最後ため息が出たっていうことは、多分ため息を疲れてる方もいらっしゃるんじゃないかなと。まあ面白い方向でその映像を見たらね、もう映像なしでこれ聞いてもらって、映像見たら絶対笑う。本当はフルーツガーパークの二十歳ぐらいの頃に兵庫県でね、尼崎出身だっていうことで、まあ阪神・淡路大震災があったからっていうことで、まあダウンタウン推しっていうことで、まあダウンタウンさんの方でね、アニメーション付きでいろんな面白い話とかやつ、北斗の拳もだいぶ遊ばれてるんだけど、面白さがちょっとずば抜けて、もうお腹抱えても声出せんように、笑い転げろ、笑いすぎてお腹痛い、赤ん坊なるなる、録画しておいて、もう一回もう聞こえるようになったところは後でもう一回見ようってなる、まだ笑い転げてる。まあそういうわけで、気がついたこと、一応言っておきました。まあまあ、ワールドカップ本番の時には、ちゃんと真面目な状態で、その日ちゃんと取り込みますんで、まあまあ、その辺のところは、間違いないと思います。以上です。皆さん、長い間ご清聴ありがとうございます。いやね、この後にね、今日どんな動画撮影しようかなとか思ってはいるんですけども、この間どうやら1月29日に陛下は被災地へ訪問されたみたいですね。陛下じゃなかったかもしれない、他の皇室の方だったかもしれないですね。ちょっとまあその辺のことの記事もう一回見直しして、でまあコメントしようかなとは思ってるんです。まあその
ナルヒトさんはね、その皇太子殿下の頃にね、あの笑いも時には必要だってこう言ってる記事がこう何の援護か流れてきて、まあとあるところ、まあそれまたアクセスできるようにしておくんですけども、いやこれね、その僕も阪神・淡路大震災の被災者で、その被災地での生活してた時に正直退屈だったんですよ。だからまあそういう部分もあって、その当時高校生でしたけども、一緒に自警団として、まあ大人の人たちと一緒に夜見回りとかしたりだとか、まあ数名で、まあ火の用心とか言いながら、こんな時何って言ってあれと大変やろって火の用心って言っといたらええんちゃうかなってまあ当時本当に阪神・淡路大震災の時は長田区とか、まあ、兵庫区でも、そこそこ火災があって、中央区はそれほど火災はなかったのかな。で灘区、東灘区の方でも火災は確かあったと思います。で、うん、まあそういうふうな状況だったから、まあ、火の用心って言いながら見回りして、その不法侵入してる人間とか、なんか怪しそうな人いないかどうかとか、まあそういうふうな形で、動いてたんですけども、ほぼ暇なんですよ、昼間。本当に。することあんまりないから。だからまあ、ちょっとぐらい何か楽しいこと、まあスポーツの観戦とかが、まあそうなってきたりとか、まあ現場で、ね、見れるものがあればいいとは思うんですけども、まあ、まあ、退屈な人は退屈ですからね、ご老体の方とか。うん、まあ、何か面白い話とかもあった方がいいんじゃないかなとは僕は思ってるんですけど。以上です。皆さん、長い間ご清聴ありがとうございました。こんだけヘラヘラしといて、後で、ね、あんなに真面目にはこの人話しといて。スポーツの試合に関してはもうその日、の試合の取り組み方、試合中は絶対笑わない。でそれまでにもし笑ってしまったとしたら、それはそれで心の声の組み立てで、そういう時間は休憩時間だからっていうところで、まあ結局これコンピューターに伝えてるような形にやっぱりなってますね。だ情報を組み上げてる情報とかがコンピューターが蓄積してる。でそれは一試合一試合、まあ蓄積されてる。だからこうなってくると、人が動かしてるのかコンピューターが動かしてるのかどちらかなってはやっぱり思っちゃいますね、僕も。以上です。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。まあ閲覧者数がどれぐらいになるか分かりませんけども、一応まあこれぐらいにしておきます。